い、ごめんなさい。弱くないです、あなた様は。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、じゃあちょっと、鐘でも鳴らしますか。ちょっと待ってね。ハートを集め。いけ！さあ、これでまた新しい仲間がやってくるかな。で、みんなできることも増える？ビルドレベル 3！ これでマックス？兵士たちが回転切りを覚えて、おお、いいやんいいやん。兵士たちが増えたよ。新しい仲間がやってきた。女の子の兵士もおるんじゃないあれ。さあ今度は何を思いついた？アイナはたくさんのレシピをひらめいた。あ、この辺のはなんか玉座の間とかに置けそうなものじゃない？新しく変える？まあ、ボロボロやもんね、あれ。全体的に。カッカッカ。やりよったないな。ビルダーの鐘を鳴らしてくれたか。ふん。絨毯に玉座、女神像、祭壇まで。城を豪華で威厳あるものにできそうだ。鐘の音に導かれて、新しい仲間もやってきたみたいだね。これで城の兵力がますます上がったよ。さらにさらに、兵士たちが回転切りを覚えたようじゃ。これでより多くの敵を倒せるぞ。わっはっはっは。今回も良いことずくめではないか。この調子でハーゴン軍と戦っていこうぞ。それじゃあいいな。やってきた兵士たちにも早速声をかけてみてくれ。よし。おー、来た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 。怖いよ。鐘の音を聞いてやってきてみたら、ムーンブルク城が復活したというのは本当だったんだな。何、風の噂？もう戦うことはできないと一度は城を後にしたが、これでまた戦えそうだ。この緑色の服装は回復兵の皆さんです。時折ベホマルで回復してくれますよ。回復兵めっちゃいいやん。なるほどね。そうだ、アイナさん。ちょうどいいので、服の色により兵士の違いについてお話ししておきますね。青い服の兵士は回転切りを使えちゃう心強い兵士です。赤い服の兵士は近衛兵です。いつも王様の警備を担当していますが、戦いの時はスクルトで防御力を高めます。では我々も改めてこの城の一員にしてもらおう。今日からよろしく頼むぞ。なんでそんな上からなの？兵士が6人仲間に加わった。いいね。めっちゃ拍手しよる一人。さあ、これでまたワンサカとね、仲間が増えたということで、さあまだね、そこのが全然出来上がらないから、とりあえず、お、どこ行った？完成したやつはどこだ？とりあえずこっちのこの白の床じゃない、こっちの床スイッチと、とりあえずこれか。じゃあ床スイッチ入れとくから仕掛けといてね。持っていく。おお、床スイッチ持っていける持っていける。いいねいいね。これで出来上がった。あ、全部できたやん。じゃあそれを全部入れておこっと。はい、これスイッチね。はい、これスイッチじゃなかった、ギラタイル。これギラタイルね、置いてね。え、違う違う。置かねえわ。置くんじゃなくって。はい。これみんな置いといてね。で、やっといたら、運んでくれるでしょう。さあ、この辺破壊してって。おっ。てい。は飛びながら破壊していくやつ。よしよし、OK。で、ここのちょっと出っ張った部分もいらない。どれぐらいで完成するかな？でも多分あとちょっとで完成するけんさ。だってもうあと 4% とかそれぐらいやったやん、確か。あ、鉄罠まで取ってしまった。ちょっと待ってね。よいしょ。ほいほいほい。おお、対10万兵団設計図が完成。やったね。わ、すげえやん、やばー。でっかい庭ができたみたいな。イエイ、やったぞやったぞ。イエーイ。待って、どこ？あ、来た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 。やったー、ギラタイルを置いてデジロンの設計図を完成させてくれたんですね。ありがとう、エイナ。いや、やったのは君たちだよ。これで10万兵団とも戦っていけるだろう。正気が見えてきた気がするよ。それにしてもアネッサは未だに教団を抜ける気はないらしい。ビルダーになる気もないそうだ。彼女は昔から堅物でね、一度信じたことはなかなか変えようとしない。アネッサのことは僕が気にかけておく。どうか今は許してあげてくれ。ふんふん、別にまあいいけどね。なんか邪魔されよるわけじゃないし。やったね。いい感じやん。え、そして何？もうなんかやることとか、あ、なんでしょう。やはりホッホは生きておった。まったくあやつめ、心配をかけおって。それにしても、わしを差し置いてアネッサの命を受けってガタに忍び込んでおるとは。かあ、わしも兵士として負けてはいられん。そこでじゃあいいな。わしらが戦略に沿って動けるよう、戦闘中目印になるものを作ってはくれんか？どういうこと？闇雲に敵に突進しては、せっかくの魔法兵器も活かせぬでの。さあ、言うなよ。お主が思いついたものを2つ作り、デジロンの目印の場所に置いてくれ。うん、なんかよくわからんけど。見張りのかがり火。戦いの際に見張りが持ち場の目印にするかがり火。まあ、それを置けということね。オッケーオッケー。とりあえずこの辺をちょっときれいさっぱり。はい、さっぱり。オッケーオッケー。さあ、ここの辺もきれいになりましたということで。よしよし。じゃあ、あとは、見張りのかがり火。見張りのかがり火、見張りのかがり火。それが何個 ?2 個明かり。これやんね。かがり火がいるんか。じゃあ、これを2つ作って。よっ。で、次に見張りのかがり火が2個 ?2 個かな？なんか勝手に2個って決めとるけど、私。王様？すごいじゃん。何の話だい？何を言ってるんだい？まあ、2個であっとるね。うん、あっとるね。よし、置きましょう。この見張りのかがり火を、はい。そして、はい。オッケー。できたよー。お、走ってきた、走ってきた。かーいな。見張りのかがり火を作ってくれたのじゃな。これは素晴らしい。これなら戦いの時、このかがり火の周りで効率よく動けるじゃろう。まずは魔法兵器をデジロンの前線に並べ、かがり火をデジロンの中ほどに置くのじゃ。魔法兵器で敵を弱らせたところに、かがり火の位置から出撃して敵を殲滅するのだ。ところであいな、最近城の兵士が2人ほどいなくなっての、お主心当たりはないか？え、全然ないよ、どうした？脱走したのやもしれぬが、城内にスパイがいる危険もある。消えた兵士の身が心配での。その消えた兵士が、報告のために消えたとは思わない？考えすぎかもしれんが、お主も注意せよ。よし。ん？何？え？何この揺れは。何？この揺れは何？どうした？何が起きた？また戦闘ですか？来たよ、来たよ。来ちゃったよ。どうやら敵の大軍が城に迫ってきてるみたいだ。この気配、きっと10万兵団の奴らだな。どうだいな。魔物どもと戦う準備はいいか？オッケー。よし。魔法兵器ってのもいいが、魔物を倒すのはやっぱり俺の担当だ。直接ぶん殴って、一匹残らずぶっ潰してやるぜ。バトルスタート！モンスターを倒せ。上からのスタートやん。さあ、どんな感じになるんかちょっと見てみたいよね。どうおー、すごい、燃えよる燃えよる。なるほど、燃えた上のデインバリア、全然突破してきたけどね。全然突破してきたはしてきたけど、まあでも何にもないよりかは良かったんかな。あ、でそれにプラス大弓か。あ、なるほどね。まあいろいろとあっていいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。ヤキだね、ヤキだね。ここにたどり着くまでにいろいろとダメージ受けてくるわけやけんね。ここにもおりやん。大変、ミトちゃんが、ミトちゃんが大変。やめてよー。ひひひ。突進してこないで。何それ、石ころ投げよるもしかして。超かわいいんやけど。どう、そんな攻撃。ひひひひ。じゃあ必殺技使いたいけどさ。うわ、危な。あー、破壊しないでよ。今だ、今だ、今のうちだ。必殺技を使いたいんやけど、まだね、こいつに使うにはもったいないような気がして、もっと周りがおればあれなんやけどさ。よし、来い。ちょっと新たなやつら来い。よし、ここまでたどり着いてきたら必殺技出すわ。ものづくりなど無意味。そんなことはないよ、ほら。いっぱい罠があるでしょ。全然来んやん、ちょっと。寂しいんやけど。私が乗り込むわ。よっしゃこーい。行くぜい。でい。どうよ。おー、一発でやっつけたやん、今。イエーイ。いいぞ、いいぞ。さっきの結構なダメージ与えれたと思うよね。なんかみんなさ、前線で戦いすぎてさ、全然罠関係ないんやけど、あれ、こういう感じや、こういう感じ。ここのスイッチを踏むと、こういうね、燃えるっていう。みんなちゃんと罠にかかって、もうちょっと来よこっち。つらいんやけど、ほら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 。うー、お腹が空いたよ。へいへいへい。あ、ありがとうね、おじいちゃん。でもまだ半分ぐらいしかやっつけれてないよね。つら。みんな前出すぎやって。ほらほら、こっちこっち。わしの獲物じゃ、かっこいい。おじいちゃんかっこいいよ。よし。お、これは、いけ。このでっかいやつらに囲まれた場所で、へい。な、微妙やね。めっちゃ微妙な感じやね。え、ちょっとみんな、大弓とかちゃんと使ってる？みんな前線出てきてない？大丈夫？あー、混乱したー、つらい。ちょ、つらすぎ。どうよみんな、大弓待機してる？してないやんけ。え、待って、水。私、水まき散らした。ふぅ。水あんなとこに置いとったらいかんやん。よいしょ。ちょ、待って、見えない。て。ちょ、待って。当たってるこれ。あ、一応当たっとるね。35とか43とか見えるわ。お、必殺技が使える。行くぜ。あ、みんな、何やられてんの。いけよ。へい。よし、とりあえず片方やっつけとこう。やめてよー。おっしゃ。いける。へい。貴様ら何を人間不全手こずってやがる。俺様に恥をかかせるな。誰？ぐっはっはっは、仕方ない。俺様が直々にひねり潰してくれるわ。おお、来たよデビルロード10万兵団長。マジか。ちょ、みんなちょっと。やばいよ。あー、来てる。あ、君たちはちゃんと待機してるのね。なるほど。じゃあ私も大弓待機するわ。よし、こーい、見えんぞ。やっぱりこれ邪魔なんやって、めっちゃ。超邪魔なんやって。来い。見えん。見えない。ふっは狙いがつけれない。どういう状態やねん。あ、待って、必殺技使えるわ。いくぜ、へい、さあ来い、てりゃー。どうよどうよどうよ、ほらほらほら、みんな燃やされておしまい。てい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 、ほら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 、こうやってこの辺うろうろしよるだけでもさ攻撃になるよね。ちょ、乗り越えた乗り越えた、こいつ乗り越えた、やめて、背後からてい、くっ、最後の力を振り絞ったようだけどダメだね全然。へ、あっちって言いながら帰るよりやん。弱いね。あー、やめてください、ごめんなさい。弱くないです、あなた様は。えい、あ、やめて。うお、燃えろ燃えろ、燃えて燃えて燃えて、そこで大弓の攻撃を受けて、あ、いくよ必殺技。ってあー、めっちゃ破壊された、やめてくれ。えい、くー、てか私さっきねこの辺でさ材料取ったんやけどさあれ取らん方が良かったんかな。後から直してくれるよね。私がもう取っても直してくれるんかなちょっと謎なんやけど、適当にそれ置いとこう置いとったら破壊してくれるかもしれん。くわー、やめてやめてよー。いやー、痛い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 。あとちょっとあとちょっと、痛い。あー、なんか地面が下がってる。あ、もうやっつけれるんじゃない。ほら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 、いけ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 。あとちょっとあとちょっと、痛い。おー、来た、ここでどりゃ、よっしゃー、駆け抜けたぜ、かっこいいやん最後。さあ、あとはこの辺の部下たちをやっつけておきましょうか。もう戦わなくていい、大丈夫か、おい。はい、オッケー。あと1匹あそこ、はい、オッケー。さあ、拠点を狙うモンスターやっつけたよ。バトルコンプリート。へい。これでミッション1個コンプリート。グガガ、まさかこの俺様が。10万兵団が人間ごときに。だが貴様らでは次なる兵団には勝てまい。グフ。次引こう。おー、でも結構手こずってくるね10万兵団をぶっ潰したろ。やったなよな。素晴らしかったぞ。君が作ってくれたキラタイレが大活躍だったな。これからも敵の弱点をつく魔法兵器を作っていけば残る兵団も倒せるじゃろう。ちっ、なんだよ兵器兵器って、実際に魔物を倒したのは俺たちじゃないか。いずれにしてもまだデーモン兵団と飛行兵団が残っている。気を抜かず戦う準備を進めよう。アイナ、次なる兵団との戦いの前にじゃ、壊れた城を修復しようではないか。修復はいつものようにビルダーであるわしらに任せるがよい。お願いします。戻った。拠点がほぼ元通りになった。ああ、よかったよかった。これでミッション10万兵団を倒せ達成。どうじゃ、アイナ、バッチリ修復は完了したぞ。さすが。ん？何度か妙な気配がするぜ。え、連続？あ、あれを見てください。何？もう来たやん、飛行。マジで？くえー、けっけっけ。この高さで我々を攻撃できまい。くそ、くそ。このままじゃ。ちょっと、もしかして、こいつらおらんくなった2人の兵士って。言どもめ、思い知ったか。我ら飛行兵団の恐ろしさを。あれは、新手か。ありな、とにかくぶっ倒すぞ。マジか。ちょ、待って。うわぁ、めっちゃすり抜けてくるやん。一応、デインバリアは働いとるけども。ちょ、マジでさ、空中にいないでくれる。ああ、全然攻撃が当たらない。つらい。降りてこいよ、お前ら。全然すり抜けていくんですけど。え、ラララ、フロアイズコー。どうしたの、頭狂った？ちょ、待って。めっちゃ上空飛びよんやけど。君ら、おい。いやー、怖い、やめて。ほら。ちょいと、君ら。お、君はやっつけれそうだ。これでよし、来いよ。へい。ふっ、やっつけれんわけじゃないんやろ。でこうやって低い場所におる間にやっつければ。はい、オッケー。君ら飛ぶというだけで力は弱いんだ。いい気になってんじゃねえよ。くっ、痛い。やめて。ちょっと、一回一回の攻撃が結構でかいんよ。くっ。つら。ああ、やめて、こっちに来ないで。今、体力がちょっと追いかけてこないでください。あと、お腹も空いてる。これは薬の葉、薬草ははい、薬草。お、よし、オッケー。危なかった。ということで、再び。あれ、当たってない。よし。よし、いいぞ。一匹撃破。よいしょ。何、高いところ飛ぶのやめたの？はい、オッケー。ふぅ、やっつけたー、やっと。やっとこさ。どうにか物どもを追い払えたが、空を飛ぶ厄介な連中だったな。あれこそ敵の飛行軍団。せっかくの縄文もギラタイルも楽々飛び越えてきてしまう。こちらの攻撃を当てるのさえ精一杯だった。これは何か対策を考えなきゃね。もう屋根つけるしか。皆様、そんなことより今はあのお二人を。あいつどうかしたのか？また弔うということかな。ということで、じゃあちょっと今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか人が倒れとるっていうのにさ、みんな飯だーって走っていきよるけど、何？怖いんだけど、サイコパス